おひたしというのかそれとも赤株の食べ過ぎなのでしょうか。この間までは白髪だったんですけど、しかしもうすぐ下から黒いのが生えてきております。もう困ったもんでございまして、まあ今日はテレビだというのでこのような色に失礼いたしました。それにつきました、なんと今年は年男。ああ嫌になっちゃうぜ、たまんねえよ、どないしょうという感じですが、もうすぐ50か。何を隠そう、隠してるわけじゃございません。上京して以来30年目になるわけでございます。いやいや、その30周年といっても、まあこうテレビに出ないですから、そのテレビをご覧になる方の中ではもう沢田研二は歌をやめたのかなと、思っていらっしゃる方も多いかもしれませんがですね、まあ、毎年このようにアルバムを出してコンサートをやってと、でそれからアクトシリーズというのもやっておりまして、でそして、まあ、異邦人というお話もしましたが、
ああいう舞台があったりとか、異邦人もいつかまた再演される可能性もございますし、それから今年は、池袋の方ですが、ドラという、ミュージカルもやらせていただくし、6月、7月にかけてですかね、それから8月は名古屋でやるしというようなこととか、それからまた、このコンサートが終わりますと、4月の6日、今度は新宿の厚生年金が最後なんですが、それが終わりますと、今度はアルバムの制作に取り掛かりまして、5月いっぱい で、それで、今度はドラのリハーサル本番と入りまして、で9月の頃にはもうそのアルバムを出そうということなんですね。でですからその9月の後半からはちょいとまたコンサートをやるというようなことで、忙しいんですね。ですからもうそのことだけで、まあ、おかげさまでなんか当たり前のようにやってるんですけど、まあ、テレビに最初こう出なくなった時期っていうのは、本当になんかテレビに出てないとテレビ出てませんねって言われることが、仕事がないねって言われてるのと同等のような気がして不安を覚えたことがありますが、でも最近になったら別にテレビ出なくなってお客さん来るやんというようなねことだったりしましてですね、それからまたそういった舞台のお仕事なんかもいただけるもんですから、まあそれで、どうにかこうにかというか、まあ悩むこともなくですね、毎年のようにこうやっております。ですからまあ今年は30周年なんですが、30周年35周年はちょっとパスして25周年まではやったんですね。で20周年もなんかパーティーやって、業界向けですけど、で25周年は武道館でコンサートやらせてもらったんですが、それはもう5年おきにやってると毎年毎年なんか懐かしい曲ばっかりやらなきゃいけないでしょ。でそういうの僕嫌いなんですよね。ですからまあそんなことを申しましても、今日もいろんな数々のヒット曲を当て込んでいらっしゃった方もおいでかもしれませんがですね、まあそれはレコードがあるじゃない、カラオケ行ったら歌ったらいいんじゃないの、歌ってちょうだいでその代わり、まあ僕もその歌わないわけじゃないんですけど、それに比重が多くなるとどん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 自分のこう未来がなくなるんじゃないかって思ってね、ですから維持でも毎年レコードを出そうという、根性でやってるんですけど、ですからまあこの調子でいきますとね、うん、まあ行くでしょう。いや大体この年代の人間がおられるんですから、ちょっとしてはいますよ、それちょっとしてはいますよ、この年代がおらんのですよ。でね、ですから大丈夫だろうって思ったりなんかしてね、ですからまあ今度やるときは50周年記念ぐらいかなと思うんですけどねさあそれなんですよ、その時まで皆さんが本当に元気でいらっしゃるのかと思って心配だな、気をつけてくださいよ本当に。ですからあまりね無理しないようにしてください。で人間の体力、筋肉のその寿命、そのね、この肉体的な寿命というのもね、僕は決まってると思うんですよ。でそれをどうやったら伸びるかって言ったら、使わないことに欠けるんじゃないか、体力をね、と思うんですよ。ですからそれはもちろんもう毎朝こう運動しないと気が済まないという方も、いやーなんかできるだけ本当にいろんなことを気をつけられてね、コンクリートの上で運動するのはやめて芝生の上とかね、そういう心遣いをしてもらったり、アスファルトの上を走るんじゃなくて河原のところを走るとかね、いっぱいございましょうこの辺りは。ですから何もね、その排気ガスが多いね、その車がいっぱい通ってるようなところを走ることもないんですよね。で来たらゴーを押さないようにするとかね、そういう細かなその注意がね、ながらえるコツではないかと今僕なんか思ってるんですよ。はい、ですから、まあ、そんなことでね、本当にまあ自分のことも本当に気をつけないといけないと思ってるんですよ僕らなんかただ突っ立って歌うだけ のコンサートじゃないんですから、ただ突っ立って歌うコンサートになったら別にしなくてもいいんですから、やっぱ僕が走りまくってねこうやってやるのがあれですから、足がダメになったらロックンローラーはダメですよ。そんなことですね、一つ皆さんも本当に元気でいていただかないとどう考えても若い人がどん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 不安になってくれるとは思えないでしょ
このままの形でずっと行かなきゃいけないのかな、このままの形で、で少しずつ若い人も増えたりとかね、脱落したりしていく人の方が多いんだから、だからお願いしますよ、本当に健康だけにはくれぐれも気をつけて、私からのお願いです。いやいや失礼なことを申し上げました。まあとにかくね、本当に毎年新しい作品を出してということでやっていこうと思っております。そして、今回もルーシュという新しいアルバムを出しまして、それぞれに好きな曲が、入ってるんですが、その中でも、とても好きな歌なんですが、どこが好きかと言いますと、その最後の一節が、僕は幸せ恐れないというね、一節がとっても大人っぽくていいな、若いやつには分かんねえでっていう、そういう感じかなっていうね、感じですね。ごめんね。でも悩みのない人生なら